平野紫耀、ルイ・リトンファッションショーで世界的デザイナーとのエピックなツーショット。数日前、ナンバー・アイのイケメン俳優である平野紫耀26、が自身のインスタグラムで1枚の写真を公開し、世界的な音楽プロデューサーであり、歌手であるファレル・ウィリアムス、50、との素晴らしい2ショットが話題となっています。この写真は、 香港で開催された2024プレフォールメンズファッションショーでのもので、平野のファンやファッション愛好者たちの間で大きな反響を呼んでいます。ショーへの招待とファレル・ウィリアムスとのツーショット、平野はインスタグラムの投稿で、ルイ・リトンから2024プレフォールメンズファッションショーに招待され、香港で開催されたことを報告しました。 彼はその際に撮影されたショーの様子や他の出演者との写真をフォロワーと共有していましたが特に注目を浴びたのは世界的なアーティストでありファッションデザイナーでもあるファレル・ウィリアムスとのツーショットでした。ファレル・ウィリアムスは音楽業界だけでなくファッション業界でもその才能を発揮しており世界的なトレンドセッターとして知られています。 彼と平野の交流がインスタグラムで披露されたことで、両者のファンからは大きな歓喜が広がりました。感謝の言葉とファンの反応、平野はこのツーショットを共有する際、グレーテストオブオールタイム、サンクユーアットフェラル、とファレル・ウィリアムスに感謝の言葉を送り、ファンにも、ファンのミナんなもいつもありがとうとメッセージを送っています。 この率直な感謝の言葉にファンからはコメント欄が賑わいました。フォロワーたちはどんどん世界へ、CO、く君の素晴らしさが伝わりますように素敵なツーショット見れて嬉しいハートのサングラスメッチや見ちゃう、M といった惨事や興奮のコメントを寄せ平野の国際的な活動に対する期待が高まっています。 ルイ・ヴィトンファッションショーへの参加、香港で開催された2024プレフォールメンズファッションショーは、世界的なファッションメゾンであるルイ・ヴィトンによって主催されました。このショーは、最新のメンズファッショントレンドを一堂に集め、豪華なランウェイと共に観客を魅了しました。平野がショーに招待され、その一部として参加したことは、 彼の国際的なファッション界での地位を強化する重要なイベントと言えるでしょう。ルイ・ヴィトンは世界中で高い評価を受けており、その賞に出演することはアーティストや俳優にとっては一種の栄誉となっています。平野仕様の国際的な活動、平野仕様は日本国内だけでなく国際的な舞台でもその活動の幅を広げています。 彼は俳優としての成功に止まらず、ファッションや音楽の分野でも注目を集めています。香港でのファッションショーへの参加は、その国際的な活動の一環であり、ますます多様な分野での彼の才能が評価されていることを示しています。ファレル・ウィリアムスとの交流、平野紫洋とファレル・ウィリアムスとの交流は、単なるフォトオープかどうかを超えています。 カレル・ウィリアムスは音楽プロデューサー、歌手、そしてファッションデザイナーとしての成功を手にしており、そのキャリアの幅広さが彼と平野の関係においても影響を与えていることが伺えます。ファンからのコメントにも見られるように。 この交流は双方のファンにとっても興奮の敵であり、異なる文化や分野で成功を収めたアーティスト同士が交わる瞬間は、その場にいるだけで感動的です。結論、平野市用の香港でのファッション賞参加と、ファレル・ウェリアムスとの素晴らしいツーショットは、彼の国際的な活動を強化し、異なる分野で成功を収めたアーティストたちとの交流を示すものでした。これは 彼が単なる俳優ではなく、多彩なエンターテイナーとしての地位を確立していることを証明しています。今後ますます注目が集まるであろう平野紫耀の新たな展開に期待が高まります。